災害用に備蓄している水の使い方を考えていますか。東京都民の場合、1日に平均233リットル、日本全体の平均だと1人1日に約300リットルの水を消費していますが、備蓄が推奨されている水の量は1人1日3リットル。アフリカで水がない地域ですら1日に5リットルで生活していますが、毎日300リットル、つまり300キロもの水を使っている日本人が、首都直下地震などの災害の時だけ1日たった3リットルで生活できるのでしょうか。疑問に思ったので実験してみます。まずはトイレです。トイレで使用する水の量は、調べたところ、1日3リットルの備蓄というのは飲み水に利用する水のことでした。なるほど、そうなると風呂に水を張っておけという理由がわかります。しかし震災直後は下水が破損している可能性があるため、水を流してはいけません。そのため水を使わない災害用のトイレを用意しておきましょう。今回は飲み水用として備蓄している3リットルの水を対象としますので、トイレや洗濯等で利用する生活用水はノーカウントとします。仕切り直しです。本日の最高気温は31度。もちろん災害時は停電しますので、クーラーはつけません。スマホもテレビも冷蔵庫も使用禁止です。トイレから出たので手を洗います。風呂の水には細菌が多いので、手を洗うのには備蓄しているきれいな飲料水を使います。少なめに使っても、コップで 80ml 使用しました。霧吹きも使ってみましたが、水が手にまとわりついて石鹸が流れ落ちませんでした。ある程度水の塊として流さないと流れ落ちません。霧吹きでは皮膚にまとわりつく感じでした。コップの水は幅3ミリ程度の線のようにして手にかけていきましょう。500ミリペットボトルのキャップに穴を開けて水を出すやり方をする人もいます。洗顔には100円ショップの霧吹きスプレーが便利です。顔に数回吹きかけてティッシュなどで拭き取ります。このスプレーでは 0.16ml が5回で 0.8ml の水で済みました。災害時には都市ガスの供給も止まりますので、カセットコンロを用意しています。まずはご飯を炊きましょう。一食は半合くらいあればいいので、 120ml の水を使います。無洗米であれば水を節約できますし、米に触らないので衛生状態も保てます。給水時間は夏場なら30分、冬場なら1時間です。その間喉が渇いたので水を飲みましたが、冷蔵庫に入れてあったペットボトルの冷水を魔法瓶に入れておきました。これで冷蔵庫を開ける回数が減ります。炊飯を開始します。ガスの炎は風に弱いので、もし外で炊く場合には風防が必要です。また普段都市ガスを使っている人は、プロパンの方が熱量が2倍高いので焦がさないように注意しましょう。中火以下でもすぐに沸騰します。沸騰したら弱火にします。プツプツ音が鳴ってきたら火を止めますが、火をつけてからここまで10分もかかりませんでした。あとは15分以上蒸らします。気温27度の室内だと使用したガスの量は 4g でした。カセットガス1本で半合のご飯を約60回分炊ける計算になります。大きめの鍋を使うと 7g 消費しましたので、ご飯の量に合う鍋で炊きましょう。蒸らしている間に味噌汁用のお湯 240ml を沸かします。停電で冷蔵庫も停止しているため、傷むのが早い食品から処理していきましょう。皿に取り分ける場合には、皿にラップやアルミホイルを敷きます。これで洗い物が少なく済みますが、一人暮らしで洗い物が少ないのであれば、ティッシュと霧吹きを使う方がゴミを削減できていいです。ティッシュなどで拭き取れるものは拭き取り、洗剤が入ったスプレーを数回噴射して油汚れを取っていきます。その後水しか入っていないスプレーをかけてまた拭き取ります。これで 16.3ml だけで済みました。ここまでで約 0.9 リットルの水を消費しました。あと 2.1 リットルです。夏場の外出時には喉を潤すため、350ミリリットルの水を飲みました。うがいは約20ミリリットルで3回行うことが推奨されていますが、今回は2回。
つまり 40ml で済ませます。トイレにも行って手洗いを 80ml で行いました。アルファ米は 120ml のお湯か水を使います。よくインスタントラーメンを備蓄しましょうと耳にしますが、カップヌードルは 300ml 使います。そして汁は半分くらい残ってしまいますが、塩分濃度が高く飲むべきではありません。余った汁は夕食をチャーハンにして味付けに使うということもできますが、カップヌードルは保存期間も意外と短いものですし、容器のゴミもかさばりますし、非常食としてはおすすめはできません。災害時にはゴミが大量に出ますが、いつものように収集になんてきません。普段からゴミを出さないように生活する練習をしておいた方がいいでしょう。紙やビニールのゴミは丸めて捨てるとどんどんかさばっていくため、同じようなものは重ねて捨てることでゴミの体積を減らすことができます。今回はこちらのアルファ米をいただきます。脱酸素剤を取り忘れる人がいるので気をつけましょう。私はこの外袋をリサイクルに出すので別容器に開けます。お湯は黒いやかんを日向に置いておくと、夏場は普通に50度を超えるためガスを節約できます。タオルで保温し15分待ちます。その間暑いので水を飲みます。一気に飲むのではなく少しずつ飲む方が脱水予防になります。部屋に置いているペットボトルの水は生ぬるいので、普段のどごしがいい冷たいドリンクばかり飲んでいる人はきっと辛い思いをするでしょう。ではテレビやネットができないのでラジオを聞きます。 FM 放送だと音質は良くなりますが、 AM より電池の持ちは短くなり、スピーカーではなくイヤホンで聞く方が電池の持ちが良くなります。ご飯一膳は一般的に 160g 程度で、このアルファ米も出来上がりは 160g 程度になりますが、男性はこれだけだとお腹が減ると思います。災害が発生してから食べてこれじゃ足りないと気づくのでは遅いので、事前に練習して本当に足りるのか確認をしておきましょう。ここまでで約 2.2 リットル消費しました。あと 0.8 リットルしか使えません。手を洗ってから夕食の準備です。まな板を洗うと水を使ってしまうので、キッチンバサミや手でちぎるなどの工夫をしましょう。手の清潔が保てない場合はビニール手袋やビニール袋に手を入れて調理しますが、滑りやすくなる点に注意です。夕食はお湯をたくさん使用するイメージのパスタを作ります。しかし実際には1人前 100g のパスタに必要な水は 180ml で済みます。夏場は40分くらい水につけておくと色が変わって柔らかくなります。この状態でフライパンに投入しましょう。フライパンに蓋をしないとどんどん水と熱が逃げていくので、蓋は必ずしてください。野菜などを入れる場合は一緒に茹でてしまいます。10分ほどの弱い中火で完成です。なお停電しているので換気扇も動きませんし、明かりもヘッドライトで調理することになります。パスタソースはフライパンに入れて混ぜると後片付けが大変なので、お皿に入れてパスタと混ぜるようにしてください。朝と同じようにまずは汚れを拭き取ってから、洗剤が入ったスプレーと水のみの霧吹きを使ってきれいにしました。使用した水は 11ml でした。歯ブラシは最初濡らしてから歯磨き粉をつける人が多いですが、そのような必要はありません。また歯磨き粉は小豆豆程度の量で十分です。さらに口を何度もゆすぐと再石灰化を促すための成分まで流れてしまいますので、歯磨きに必要な水は 20ml もいりませんでした。歯ブラシは 30ml 程度の水できれいにします。歯を磨くときに水を出しっぱなしにしている人がいるようですが、30秒間水を流しっぱなしにすると6リットルの水を消費するそうです。非常時の2日分の水量ですね。この後トイレに2回行って手洗いにそれぞれ 80ml 使用しました。まだ洗髪もシャワーも浴びていませんが、ここまでで3リットルです。終了です。最後にシャワーを浴びたいところですが、使用できる水がないのでウェットティッシュで軽く体を拭きました。夏場なら風呂の残り湯で軽く流しても良いですが、冬だと寒くて無理です。試しに霧吹きを使ってみましたが、
40回吹きかければ全身は濡らせます。ただ泡立てた泡を洗い流すには200回スプレーしても無理でした。手洗いの時と同様、ある程度水の塊が流れていかないと泡を洗い流すことができません。スプレーだと水が表面に張り付く感じです。コップ1杯分くらいのお湯があればタオルに染み込ませて体を拭く方法もあります。洗髪は髪が短い人でも最低 800ml のぬるま湯が必要でしょう。しかしできれば2リットルくらいは欲しいところです。また日中、黒いやかんに水を入れて日向に置いときましょう。皮脂汚れを落とすのには34度から38度くらいのぬるま湯がいいです。少量のぬるま湯で頭皮を濡らし、シャンプーで皮脂汚れを浮かせてから洗い流します。ドライシャンプーという手もありますが、アルコールアレルギーがある人はドライシャンプーは使えませんのでご注意ください。洗濯に関しては洗濯するもので全然違ってくるので何とも言えませんが、毎日全てを洗濯することは無理です。ビニール袋に入れてもみ洗いするなどの節水方法はありますが、タオルと下着だけを洗うとか、洗うものを選別していくことになるでしょう。雑菌が多い風呂の水で洗うのであれば、最初の洗剤で洗うときくらいです。すすぎはきれいな水にしましょう。さて、表を見て考えたのですが、手洗いは何も、1本100円もするミネラルウォーターを使う必要はないように思います。直接口に入れるものではない水は、水道水でもいいのではないでしょうか。今回、手洗いに 480ml 使いましたが、2リットルのペットボトルに入れた水道水で4日間の手洗いができます。そしてその分毎日 480ml 分の飲料水が増えることになります。うちでは飲料水に使う水1日3リットルの他に、使用済みのペットボトルに水道水を入れて手洗いや洗髪、洗濯などの水として1ヶ月分以上を確保しています。東京都の水道水のコストは下水道料金を考慮しても2リットルペットボトル1本で6円程度のコストなので、ミネラルウォーターよりもはるかに安いです。また冬にも同じような実験をしたことがありますが、その際は1日3リットルも消費せず、飲料水用の2リットルとその他用の2リットル合計4リットルあれば十分でした。また水は一度使ったら捨てるのではなく、清潔さが必要なものから使って再利用していくのがいいです。例えば頭を洗ったお湯にタオルを入れて絞り、体を拭いてそのお湯でタオルを洗う。それを足湯に使って冷めたら下水が壊れていなければトイレに流す。そんな使い方が必要になります。今回は首都直下地震などの災害を想定して、備蓄が叫ばれている3リットルの水だけで1日が過ごせるのか実験をしてみましたが、気温が31度の日に実験を行ったところ、本当にギリギリの量でした。夏場は東京でも37度になることがあり、普段空調が効いている部屋で生活している人たちが停電でクーラーも冷蔵庫も動かない夏を3リットルの常温の水だけで過ごせるのかと疑問に思います。また今回は水を使うことばかり話していますが、震災直後は下水が壊れている可能性があり、排水することが禁止されています。つまり1日3リットル以上の排水を流せず、下水が復旧するまで家で保管しなければなりません。皆さんはこのことに気がついていますか？あと、私の生活スタイルと皆さんの生活スタイルは違いますので、この動画を見て防災訓練をやったつもりにはならないでください。必ず事前に練習をしておいて、自分にとってのベストを探しておいてください。